デンマーク国鉄 IC3 型機動車。デンマーク国鉄 IC3 型機動車。デンマーク国鉄 IC3 型機動車は、デンマーク国鉄の中長距離路線で使用される、ディーゼル動車である。車両は、アセアブラウンボベリスカンディア車、アブスキャンディア後に、アドトランツによって吸収。アドトランツ自身もボンバルディアに吸収されるで、生産される。 欧州では1989年から運行される。IC-3 とは3番目のインターシティという意味と同時に基本編成が3両の車両で構成されるという意味もある。アルミニウム合金製車体を持ち3車体は連接台車で接続されこれを1ユニットとしている。動力として1台あたり2 9 8キロワットの エンジンを前後の両端の車両に2機ずつ、編成で4機搭載している。中間の車両には動力はない。デンマークにおける都市間輸送は比較的短距離の区間であることを考慮し、最高速度よりも加速性を重視した設計となっている。そのため、最高速度は時速 180km と近隣国の同世代の車両と比べ控えめながら、 動力伝達効率に優れた電子制御式の機械式変速機を採用し、空車重量97トンながらスムーズな加速が可能である。変速は自動で行われるため、通常運転士は直接操作することはできない。エンジンは自然吸気式で逆転機が変速機に搭載されている。運行時は2から3編成を連結することにより運行される。この時、 全面窓と運転席は収納され、広い通路が確保され、特徴的な大きなゴム製の連結ホロにより間通路が構成される。工述の IC3 の電車版である IR4 や IC2、ETFTET とも連結して走ることができる。5編成まで互いに連結できる。 デンマーク国鉄では96編成の IC3 と44編成の IR4 を運行している。都市間輸送に後継機種の IC4 が置き換わった時に地域輸送用として運行するためにエンジンや変速機の回収が進められている。アセアブラウン・ボベリス・カンディア及びアドトランツ社で生産された IC3 と IC3 を基本とする列車の総数は202台で、 1974年 DSB は130周年にあたって K74 と称するパターンダイヤを導入し長距離輸送における竜頭休行という概念を取り除きその代わりに新しい都市間輸送の概念を導入したそこで竜頭とは別の独自設計の車両が開発されることとなり IC5 と呼ばれる電気もしくは ディーゼル機関車で牽引する五量の試作車が建造された。しかし、1985年 IC5 は重量課題、柔軟性に欠ける等の複数の要因により作業の中止が決定された。それに先立つ1984年 IC5 の実験結果をもとに都市間輸送に供される車両の条件が定められた。その条件とは、軽量にすること。 客室の窓は IC5 でも試作された固定式で空調を備えること、客車ではなく動力を持つこと、バスやトラックで使用される標準的なエンジニア変速機を用いること、迅速かつ容易に他の編成と増結できることであった。最初の IC3 の編成は1988年に到着したものの、当時としては先進的なコンピュータシステムにおける問題を筆頭に、 いくつかの問題を抱えていた。トイレの鍵がかからない問題という一例もあった。1991年の運行を目前にした1990年末には、大半の問題は解決された。IC3 は15年間、都市間輸送のみに運用されていただけでなく、IR4 に i c に、エーレスンド列車、エリスントレインといった派生系が作られた。 IC3 型を含めたこれらの車両について、アブスキャンディアはフレックスライナーの愛称をつけている。IR4、インターリジョナル4、インターチェノル4は IC3 の最初の派生型で、電車方式となっている。当初は地域輸送用として設計されたが、後に格上げされ、都市間輸送に用いられるようになった。しばしば電化された路線で、 IC3 編成と連結して運用される。IR4 は4両で基本編成が構成される。IC2、インターシティ2、インターシティには2番目の派生型である。1992年から1993年にデンマークの私鉄が動力分散式の車両を検討した際に、検討された IC3 から中間車を取り除いて片方からエンジンを取り除いたものを原型とする。 編成は2機のエンジンを搭載する制御動力車と制御客車の2両で構成され、エンジンがない側の車体は乗降口が低床化されており、乗降が楽にできるようになっている。エーデスンド列車エリスントレインは、デンマークとスウェーデンを結ぶオーレスンリンクの地域輸送用に特化された電車方式の車両で、DSB とスウェーデン国鉄で共同運行される。編成は、 低唱式の付随車を電動車で挟んだ3両編成であり、車体はスウェーデンで運行されるボンバルディアのレギーナをベースとしたものに変更されており、連接式ではなく通常の台車、車体で構成されている。電源はデンマークのとスウェーデンのに対応している。形式はデンマークでレトラ ET、スウェーデンで X31K と呼ばれ、ボンバルディアでは コンテッサの製品名が付けられている。スウェーデン国鉄 SJAB も IC3 の同型車を Y2K 機動車として採用し、クストピーレンの愛称で南部の丸目ヘスレホルムカルマル、リンシェーピング間を中心にデンマークへの乗り入れ運用にも使用していた。車体色は赤、グレーダークブルーの太い横ラインが入ったもので IC3 とは大きく異なる異常としていた。 これらは2007年以降、スウェーデン国鉄線の電化に伴い、デンマーク国鉄に売却された。イスラエル鉄道では、約50編成の IC3 を運行している。一部の編成は IA、IAI のロムタ事業部で組み立てられた。1997年にはアムトラックで試験が行われた。北米では、フレキシライナーと呼ばれた。2010年12月28日、 イスラエル鉄道のネタニアテルアビブ間を走行中の IC3 使用列車が技術的問題により発火した。乗車中の兵士が固定窓を銃撃、窓を割ることにより乗客は避難したが、少なくとも121人が重軽傷を負った。イスラエル鉄道ではこの事故を受け IC3 型の使用を当面の間全面停止し、エルサレム。 ディモナカンなど一部の近郊路線の運行を技術的問題が解決するまでの間運休している。スペインのレンフェでは本形式をベースに2両編成の594系機動車として投入されている。製造はスペインの車両メーカーであるシーフ社がライセンス生産を行った。主に地域圏の快速列車に運用される。一部の編成には車体傾斜機構あるいは 期間可変機構を備えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。